ちらはベトナムの声放送局です。この放送はベトナム社会主義共和国の首都ハノイからお送りしている日本語放送です。こちらはベトナムの声放送局です。この放送はハノイからお送りしている日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは、ダーです。今日のハノイは曇り、気温は最低18度、最高25度です。さて、今日のこの時間は初めに総合ニュース、続いて経済外交の促進についてお伝えし、最後にベトナムディスカバリーをお伝えします。では初めに総合ニュースをお伝えします。本日の主なニュースです。国家主席が決定以外でハイソン市に赴きました。石炭部門が持続可能な発展と環境保全に努力しています。では詳細をお伝えします。旧正月セットを前に26日午前、グエン・ソン・ソク国家主席は北部郊外都市ハイファンの革命功労者や傷病軍人、貧困世帯、困難な状態に置かれている労働者、パレハサイ被害者のもとを訪れ、ゲストのプレゼントを手渡しました。この日にソク主席はハイファン市党委員会ヨーセフ・ユン大のみにゲスト祝いを述べるとともに、総統国家は各省庁地方に対し、革命功労者や傷病軍人、貧困世帯、困難な状態に置かれています。